はいはい、どうもペンギンです。キングダムハーツ実況をやっていきます。さて、満を持してバースバイスリップをやっていきたいと思います。いやー、これやったねやったね。まあ、チェインオブメモリーズはプレステ2版をやりましたが、まあ、これも鑑賞会やりましたし、これも完全クリアかな。まあ、シークレットムービーにも見たので、バースバイスリップやっていきたいと思います。で、バースバイスリープなんですけど、アルティマニアが、オートセーブ機能に対応しています。へー。PSP のアルティマニアしかなかったので、PSP のアルティマニアをとりあえず、買ってきました。で、チラチラーと見たんですけど、ピクシス指令は、ゼアノートらしいですね。ゼムナスじゃないわ。アンセムより、老けてね。そんなことはないか。ちなみにテラ、ベン、アクアの順番にやるといいみたいですね。オープニングかな。オープニング多分喋りおらんと、なんかね、多分引っかかると思うんで喋ります。で、一応キングダムハーツいろいろ調べてみたんですけど、ライブ配信とか実況とかは全然問題ないみたいですね。ただオープニングをだんまりで楽しもうとかっていうことをすると引っかかるみたいなので、このオープニング中は僕が喋っとかんとオープニングが引っかかる可能性がありますので、まあしっかりオープニングを見たいっていう方は他の YouTube で検索していただいてとか、まあ買って遊んでみていただいたらいいかなと思いますが、ファイナルミックス2のファイナルミックスの時にあの青いやつもらえんかったっけ。あ、これあれやね、2のシークレットムービーやね。へー。まあアクアはね、なんとなく知ってるというか、まあ見たことあるよねーって。で、空みたいなやつが、ベントスっていうのかな？ベントスっていうやつらしくって、で、青年がテラかな？で、3人の物語をそれぞれ進めていくっていう感じですね。で、キングダムハーツのキーブレードができた時の話？みたいな感じで、まあ1よりも過去の話だそうです。時系列的には1よりも前の話だそうです。キーブレードのルーツを知るお話みたいですね。まあこんだけ喋っとったら多分引っかかることはないでしょう。これがベントスかな。ロクサスっぽいですけどね。最初見たとき空かなとかって思ったんですけど。キングダムハーツ、バースバイスリープ。ファイナルミックスは英語やったんかな。どうやったんやろ。PSP で元ができて PSP でファイナルミックスが出たんですよね。じゃあ早速やりましょう。おお、なるほど。ビギナー、スタンダード、プラウド、クリティカル。クリティカルは多分できないので、まあプラウドモードでいきましょう。前々から、まあ、ずっとプラウドモードでやってるんで、1から多分スタンダードモードじゃね物足りんと思うんで、プラウドモードでやっていきます。変更することができません。OK です。バイブレーションどうやったっけ？まあ、とりあえずオンにしとこう。多分設定で変えれるでしょう、バイブレーションは。これまたもう一回オープニング見ないかんとか、そんなんじゃないよね。おお、ディズニーっぽいぞ。なんか、初めてぐらいでディズニーっぽいぞ。なんかディシディアファイナルファンタジーのアップデートファイルゲットしましたけど。これまたオープニングよね。飛ばそうか。
さっきのオープニングやもね、よし飛ばそう。時間の無駄でございます。ここはデスティニーアイランドかな。一番最初の島ですね。おお、なんかプレステ4のコントローラー持ったのすごい久しぶり感がすごいな。この世界は狭すぎる。うん？これは13機関の服かな。あの白いのは何？何もない牢獄のような世界。お前にふさわしい場所だ。ちょっとテレビの音量上げたので、マイクの音でハウリングしてたら、あ、こいつベンじゃね？君は、キングダムハーツ結局最初これから始まるん、なんか心の世界みたいなところから。足元白雪姫とかやろ。僕は生まれたばかりの心。どうしてここは僕の心なのに。ロクサスっぽい声でもないよね。光が溢れてたんだ。その方向に進んだらここだった。うん、僕の心は欠けている。きっとそのせいなんだ。おお、でもファイナルファンタジー8のエンディングみたい。失われる。だったら僕の心とつなげばいいよ。君と僕の心はこうして触れ合った。欠けた心は二人の心がつながることで塞がれ、いつか君自身の力で心を満たしていくんだ。うん、分かった。じゃあ目を覚まして、一緒に扉を開こう。これ2の時ってこれやったっけ。足元いまいち覚えてねえけど、あ、なんか違うわ。緑じゃなかったもん。
キーブレード、なんか変なマスク置いてあるけど、空の部屋もこんな部屋じゃなかったっけ。流れ星、流れ星、ランド・オブ・ディパーチャー。ディパーチャーは独立とか自立とかっていう意味があったような気がしますけど、ここじゃよく見えない。お、山頂に向かおう。え、普通にキーブレで出るんや。エアロ、エリアルブレイク、なんかこの頂点に立ち上がる時のこのふわっと感がなんか気持ち悪い。カメラリセット、エルアラもな効かんのかな。カメラがね、逆の方がありがたいかな。横向いてるとよしよしよし。うん、カメラ逆の方がいいな。右に倒すと左に行くんやね。右が見たいわけじゃない、左が見たいから右に倒すんだよ。ちょっと遊んでいくか。丸ボタンを押すと黄色いマークがついたものを攻撃することができますと。プライズ、デッキコマンド、ゲージが溜まった後、十字キーの上下または L2R2 で選択し、三角ボタンを押すと使うことができます。敵を倒すとレベルアップし、攻撃力などが上がります。デッキコマンドを使ってリンゴを攻撃してみる。面倒だ、一気に行くぞ。やったを攻撃をしていると、これでいいかな。 R1 を押すとロックオンします。ロックオンしているものはカメラが自動的に動きます。R1 を押すと切り替えると、はいはい、はい、素早く動いているものを見失いたくないときにロックオン。よく使うね、これはね。まあ、チュートリアルですわ、チュートリアル。
構オーソドックスなやつやね。丸ボタンなんや、ずっと三角やったのに。スライドダッシュ、オプションボタン、あ、こんなことしてる場合じゃなかった。流れ星見に行かなきゃ。え、流れ星やっけ。あー、 CP なんや。CP とかあるんや。フィニッシュコマンドとかあるやん。すげえ。あ、この辺後で読んどこ、裏で読んどこ。よし、まずは、あ、まずはコンフィグだよ。コンフィグが表示されるんだよ。あれでもグミシップのかけらじゃなかったっけ。違うかったっけ。いいな、星を眺めるっていいな。こんな星空前にも。寝冷えするで、寝冷え。脅かすなよ、アクア。ベンが勝手に驚いたんでしょ。こんなところで寝てると風邪ひくよ。夢だったのかな。俺ここじゃないどこかで今日みたいな星空を見たんだ。私たちはずっと一緒だったでしょ。うん、そうだよね。アクアいいな。なんかアクアの衣装すごい好きなんですよね。ねえアクア、ん、星ってなんだろう。光って何。星は、星の一つ一つが世界だ。あ、めっちゃ聞いたことあるぞこの声。テラ、この世界の外には俺たちの知らない世界がこんなにもある。手塚かこれ。光はその世界の心の輝きで、テニプリの手塚じゃない？気のせいかな。それってどういうこと？要するにベンみたいなもんさ。なんだよそれ。ベンにもそのうちわかるさ。今知りたい？今はまだわからないよ。また子供扱いか？アクは何笑ってるんだよ。だってあなたたちまるで兄弟みたい。まあ最初はね、チュートリアルやったりね、こういうプロローグかな。なんで、まあ、話が続きますね。明日はテラと私のマスター承認試験でしょ。お守り作ってきたの。はい。俺にもくれるの？もちろん。みんなお揃いよ。パオブの実やっけ。なんかあんな感じですよね。星形の実をつける木があって、その実はつながりのちぎりになるんだって。そしてその実を貝殻で模したお守りを持っていると。たとえ離れ離れになったとしても必ず再会できるらしいの。まあ本物の材料は手に入らないから、それっぽく作ってみただけなんだけどね。そういうとこは女の子なんだな。そういうとこはってなんなのよ。本物じゃないと効果ないの。効果はまだわからないんだけど、魔法をかけておいたよ。え、どんな。つながりだよ。
つながりのお守り。バトル中に仲間の力を借りるディメンションリンクを行うことができます。召喚みたいな感じかな。さあ明日の試験の仕上げだ。付き合ってくれよ。俺が相手だ。あれあれあれ、テラのキーブレードってあれじゃない、とどまり死しねんと似てない。攻撃を受けるとベリーなくなると負けです。四角デカとカードやスライドなどアクションで受けますと。ベントスの呼吸をカードしよう。はい、手加減するなよ。攻撃し続けないと俺は倒せないぞ。コマンドゲージです。攻撃を当てるとたまり、当てないままだと減っていきますと。最大まで止めると丸ボタンで実行できる強力なフィニッシュコマンドが使えるようになります。コマンドゲージを最大まで貯めてフィニッシュコマンドを使おう。痛い。動きが重いよ。デッキコマンドを使っているコマンドゲージを最大まで貯めると戦いのスタイルが変わることがあります。スタイルが変わると丸ボタンで繰り出す攻撃は強力なものに切り替わります。スタイルの内容は、ゲージを貯めるときに使ったデッキコマンドにより決まり、主人公の性色ともに増えますと。めったに出せない珍しいスタイルもあるので、いろいろなデッキコマンドを使ってみましょう。これ全部なんかレベルマックスにするとかあるんじゃね。実は敵一体に集中攻撃するのもいいけど、大勢を相手にするときはこうするのよ。R1 を押し続けると大きな円形のマーカーが表示されます。この状態で左スティックでマーカーを敵に向けると複数の敵を多重にロックオンすることができます。丸を押すとシュートロック攻撃を打ち、ロックオンしたすべての敵にロックオンした数だけ一斉に攻撃します。ベントスを多重にロックオンしシュートロックを決める。痛い。シュートロック攻撃を行うとフォーカスゲージを消費しますと。回復するまで攻撃できません。そろそろ仕上げるぞ。めっちゃ油断せずに行こうって。お、来た。テラ、ベン、アクア。これ意味あるんかな。一応聞いた話ではテラ、ベン、アクアの順番でシナリオ進んでった方がいいですよって、わかりやすいですよって教えてくれたんで、まあなんかこれでなんかアクア選んでアクアからスタートってなったら嫌なんでテラ使います。結局のところ全員多分使うと思うんで、どれでもいいかなと思いますが。いて。うん、こいつあれやね、手が遅いね。チュートリアルで負けそうなんやけど。実力の差だな。いや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 、負けよったけどね。ちょっと重たいね動きが。バトルはもう十分かな。習うより慣れろなんで僕は。テラもアクアも十分強いよ。きっと明日の試験も楽勝だな。そうだといいけどな。マスターが言ってた、能力は心の中で目覚めると。自分の成長が十分だと思ったら心の中を見つめ直すことね。うん、自分で限界を決めないってことか。さまざまな出来事を経験していくと心の中でもプレイヤーを成長させることができるコマンドボードをプレイできるようになります。コマンドボードとはダイスを振りながらコマンドを成長させることができるスゴロクタイプのゲームです。あれかな、 FF10 のスフィア版みたいな感じかな。
コマンドボードはセーブポイントやワールドマップからキャンプメニューで開くとプレイできます。デッキコマンドを使ってプレイし、デッキコマンドが成長したら新しくデッキコマンドを入手することもできる。あれセーブポイントやね。そうだ、これまでのこと忘れないようにしなくちゃ。光に近づき丸を押すと、他の世界に行くためのメニューを開くこともできます。セーブ。お、このタイプのセーブになるんや。ゼロマニー、プレイ時間21分。システムデータが存在しません。作っちゃいましょう。こんな感じかな。ニューデータか上書きかみたいな。ほい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 。タイトルに戻るっていうのもあります。そっか。さあ、そろそろ帰ろう。うん、もう帰ろう。明日試験やのに流れ星見に行きよったんか。余裕やね。みんなで一緒に。俺たちが同じ星空を見たのはこれが最後になった。お、王様やん。王様本でサーフィンしよう。シミュレーションね。ヤンじゃねえや。イェンシェット違うな。なんかピンとこんな。ミッキーよ、何やらよからぬことが起きるやもしれぬ。イェンシェットやったっけ。2の最初でね、お世話になったおじいさんですな。来た。本作は初めにテラ、ベン、アクアの中からキャラクターを選び、選んだキャラクターで物語の最後まで遊びます。選択するキャラクターによって訪れる場所や出会うキャラクターが異なり、3人のキャラクター全ての物語を最後まで遊ぶことで物語の全容が明らかになります。キャラクターを選んでください。で、これであれか、決まるんか。で、テラ、ベン、アクアの順番で遊ぶとシナリオが分かりやすいということで、テラから行きましょう。はい。あいつゼアノートやっけ。あのピクシス司令みたいなやつがゼアノートなんですよね。なんか曹操みたいなやつ出てきたけど。これよりマスター承認試験を行う。こたびは候補者が2人である。いずれかの優劣を問う者にあらず、キーブレードに選ばれし者としての心のありようが試されるものである。ゼアノート。この久しい若きマスターの誕生に際し、幸いなことに遠方よりマスターゼアノートが足を運んでくれた。
こいつ悪そうな顔しとる。ほんまに。はい。では始めるとしよう。俺のことなら大丈夫。テラとアカは試験に集中して。でもベン、ここにいたら危ないわ。部屋に戻って待ってて。嫌だ。楽しみにしてたんだぞ。なんかアクアの声がすごいショコタンっぽく聞こえるけど、ショコタンじゃないの。ベンなら大丈夫だ。俺たちと一緒に修行してきたんだからな。うん、気をつけてね、ベン。暴走した光の弾を消し去る。あ、要は叩けばいいんじゃない。フェイタルモードを覚えた。最大 HP アップ。敵コマンドを使いながらコマンドゲージを最大まで貯めるとスタイル。ああ、はい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 。ファイヤーブレイザースピードレイブ。不測の事態であったが、いかなる状況においても心を平穏に保てるかを試すいい機会であったゆえ、あえて止めなかった。試験を続けるとしよう。次にテラ・アクアの2人の候補者同士の模擬戦を見せてもらう。勝敗は問わず、能力が拮抗する相手と相対した時こそ心は浮き彫りになるんだ。始め。はっ。悪い子はしとるわ。承認試験の結果を伝え。テラ、アクアともに優秀であったが、こたびはアクアをマスターとして承認する。テラは心の闇を制する力が不十分であると判断した。さらなる修行と精進に期待する。以上だ。アクアはキーブレードマスターとしての心得を伝えるゆえ、しばしここで待つよ。テラ。俺はテラも。俺の心に闇。どうだベントスは。まだ全然だ。俺が鍛えてやらないとな。ここではやめておけ。奴に感づかれると面倒だ。分かってる。ああ、これシークレットムービーに出てきたやつやん。あいつにも旅をさせてやろうと思ってるんだ。付き添い？お付きかな？お付きのものかな？すまない、一人にしてくれ。俺の心に闇があるだと。だから何だって言うんだ。俺には心の闇に負けない力がある。そうだ、お前には力がある。闇を恐れる必要はない、マスターゼアノート。だがヘラクスは決して闇を認めない。
さっきのやつエラックスっていうのは修行を続けてもマスターになれるかどうか教えてください。マスターゼアノート、俺は何を学べばいいのですか。そのままでいい。心の闇を消すのではなく力で制するのだ。はい、マスターゼアノート。何があった？わからない。ベンは何をしてるの？では、私の弟子たちを調査に向かわせましょう。うん、承知いたした。失礼する。私の古い友人イエンシットは、あ、イエンシットか。マスターから身を引いた後も絶えず光と闇の動向に目を向け、我々キーブレードの使い手の進むべき道にしるべを与えてくれている。そのイエンシッドからの報告では、光のプリンセスに脅威が迫りつつあると。おお、ワンの話かな。その脅威は闇だけにあらず、言うなれば負の感情にのみ芽生え溢れ出す存在。イエンシッドこれを生命に精通しないもの、アンバースと称した。アンバース、キーブレードの使い手として光に侵食し闇との均衡を崩そうとする脅威。アンバースを放ってはおけない。またこの矜持を伝えようとしたが、マスターゼアノートとの連絡が途絶えた。この事態と無関係ではあるとは思うが、嫌な予感がする。マスターゼアノートが、そこでお前たちには事態の収拾に努めてもらいたい。アンバースの討伐とマスターゼアノート捜索だ。異空の回廊を開いておいた。本来行き来ができない外の世界に通じる禁断の道だ。多用すれば心を闇にとらわれるが、鎧がそれを守ってくれる。鎧ね。また世界の秩序のために他の世界のことは他言してはならぬ。ああ、なんかワンの時もあったね。それではドナルドとグーフィーが心して頼んだぞ。はい、テラ、こたびの任務の働き遺憾ではマスター承認を再考したい。私はお前を本当の息子のように思っている。できることならばすぐにでもマスターの称号を与えたい。だがお前は力にこだわりすぎるのだ。なんか本当に手塚みたいなんやけど。テラよ、敗北を恐れてはいかん。恐れが力に執着させ、執着が闇を呼び込む。忘れるでないぞ。なんかどことなくラグナに思ってますね。そのお気持ちに必ず答えてみせます。ラグナってあのファイナルファンタジー8のラグナレバールなんですけど、大丈夫だ。とどまり獅子念やん。とどまり獅子念の穴がちょっとこう楽になった感じ。とどまり獅子念の方がなんかもっといかつかったもん。あー、そんな持っとったな。そういやめんどくさかったわ戦うの。
ベントスとディメンションリンクができるようになりましたと。十字キーでメニューが出ると。ディメンションリンクを行うと D リンクゲージが消費されなくなると解除されます。ディメンションリンクを使うと HP が全回復します。リミットゲージみたいなもんかな。リンク中に敵を倒すとシンボルマークをドロップすることがあります。集めるとディメンションリンクが強化されます。なるほど。アクアともディメンションリンクができるのだと。旅立ちのうちのコマンドボードで遊べるようになりました。それぞれの旅立ち。これでワールドマップか。おお、動く。ぬるぬる動く。まるで訪れる。バツでアクセル。すげえ。めっちゃ広くないこれ。めっちゃ広いやん。あ、やっぱキーンってなるんだ。絶対ここワールドあるやん、ここ。この緑色。このぐるぐる舞えるところ。なんかこのなんか赤いのもなんかあるやん。で、次ここ行くんやろ。エンチャンテッドドミニオン。この青いのとかなんなんやろ。こういうとこなんなんやろ。この辺ね。まあ、ゆくゆくは行くんでしょう。10個ぐらいかな。ここに2、4、5やろ。あ、15個ぐらいあるかもしれん。ということで、バースバイスリープ、どんどんやっていきたいと思う。これ、キャンプメニュー開ける。コンフィグ。カメラ左右反転。カメラ上下は、下に入れると、上に入れる、反転しない。カメラ左右はこうだろ？コマンド操作はどっちでもいいわ。ナビマップ。OK。操作タイプ A。これで OK。クラウドモード。これはね、無理無理。レポートとかあるよね。エリアルブレイクはなんか、王冠がついてるから、レベルマックスってことかな。はい。ではでは、時間がね、まあ、パート1はね、オープニングとかあるんで、だいたいこんな感じです。次回、ここかな。エンチャットドミニオン。エンチャッテッドドミニオン。なんか、すごい吸われるんやけど、これ。引き寄せられるんやけど、こう近づくと。まあ、ここ行きたいと思いますので、よかったら続きも見てください。ペンギンでした。